どうしたんですか、ヨルギさん。いや、実はな、ちびっこからお便りが来たんだ。ヨルギさんにですか。まあな、それでそのお便りにな、その俺のことが怖いとあってな。そんな、ヨルギさんはいい人です。きっと皆さん本当のヨルギさんを知らないだけで。そうだよな、本当の俺は本来ガミガミクドクド言ってるだけのキャラじゃねえやな。はい、いつものヨルギさんはなんかほげーっとしたぬいぐるみさんで。ほげー、しょっちゅう何かを召し上がってて、お腹が空くと元気がなくなるかイライラするかのどちらかで。小鳩、お腹がいっぱいになるとすぐお休みになって、ちょっといびきがうるさくて、でもお腹が上がったり下がったりするのが可愛くて。何見てんだよ。うたた寝から起きたら、うわとか言って口元を拭いながら起きて、大きな口開けてあくびして、耳が寝癖で折れ曲がったりしてて、とにかく可愛いっていうか面白いですし、とにかくとにかくイオルギさんはいい人なんです。ですよね、イオルギさん。どうしたんですか。もういい、やめて。